被害者が隠れなくていい世の中、笑顔でいれる世の中を私は作りたい。こう訴えたのは12年前、当時3歳だった娘のココちゃんを大学生の男に殺された清水誠一郎さんです。熊本市では先月、事件事故の被害者やその家族などを支援する条例が施行され、市民や事業者にも二次被害を防ぐ取り組みなどが求められるようになりました。さらに市は条例に基づき見舞い金などの経済的な支援も現在検討しています。大切な人を亡くした人たちが前を向いて生きていける社会を熊本でも作ってほしいと思っています。